皆さんこんにちは、とりすけです。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。本日もドッキリ神回避ですね、続きからやっていきたいと思います。まあ、それでは早速やっていきましょう。第19ステージ、ママ回避。さあ、お、芋点あげてるね。はいはい、ママを助けろって感じかな、もしかしたら。じゃあスマホゲット。はい、スマホを弟に見せた。電話かかってる。お、リリリリン、いった。この隙に、この隙にどうしろと。あ、まあ、ちあれか、つまみ食いをしたいのかな。火を止めなきゃいけないんだ。火を止めたから生かしたい。じゃあどうすればいいんだろう。スマホでお母さんを呼ぶ。ここまではおそらく正解で、いなくなった隙に、あ、これを切っていきましょう。これさえいければあちちちちも大丈夫でしょ。はい、食べてる。さあ、弟くんの分持って帰れるか。何してる。クリア。あー、普通にクリアだった。まあ、天ぷらね、揚げたてがめちゃめちゃ美味しいからね。まあ、これは僕くんの気持ちもわかります。いたずら回避に。さあ、またハロウィン。前回はね、飴をあげて難を逃れた。これ卵なんだ、これなんか作るのかな。お、なんか作れそうなアイテムがいっぱいあるな。タバスコ、これタバスコ入れるのか入れないのか、ちょっと大変だね、これ。どん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 うるさいからな、こいつら。圧が強いんだ、圧が。小麦粉入れて。卵ないよ。何食べてんのこれ、何食べてんの。はい、タバスコあげる。ミルク、砂糖、バター。何何これ。じゃあ卵が欲しいんだよ、僕は。卵、じゃあ砂糖を入れておいて、まあ、ミルクも入れて混ぜた。バターも入れて混ぜた。卵が欲しいんだよな。この弟、あ、飴だ。飴玉あげてチョコレート、これをチョコレートを入れて、いや、もうこれでなんかタバコ入れるのかな。ちょっともう呼ぶしかないか。クッキーよこせと。あ、卵もらってから入れて、できました。クッキーでチョコレート、これチョコレートトッピングいつすんの。はい、クッキー渡す。怒られた。まあ、タバスコ入れちゃったからな。いや、エイリアン来た。オッケーオッケー、卵を手に入れ、場所は分かった。もう一回やろう。はい、ここでタバスコを入れずに、まあ、卵を入れて完成。はい、クッキーが出来上がり。ここにチョコレートかけれる。チョコレートっていつかけるのこれ。で、これ焼くのかな。焼いてる。焼いたチョコは、これチョコかけれる。あ、これでいいんだ。はい、これなんかタコ型うさぎ星人みたいなのも喜んでくれて、まあ、一件落着。これ一旦断っとく。あー、なるほどね。結構難しかったけど面白かったな、今の。さあ、次22、水回避。これしょんべん小僧から水かけられたくないね。さあ、はい、なにこれ、これどういうこと。あ、やばいやばい、なにこれ、やばいやばい、なにこれ、なにこれ、なにこれ、どこに逃げればいいの。このまま外に逃げればいいのかな。え、違う、なにこれ。うわ、かけられた、最悪。なんやこいつら。これはあれだな、あの青色のしょんべん小僧をうまいことここに呼びつけなきゃいけないのかな。よし、呼んだ。こっち側に一回呼んできて、どうだ、ここで。そういうことだね。よしよしよし、来い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 。よーし、あー、これしょんべん小僧対決が起きて何度かなったと。ここは何、地獄なの。めちゃめちゃ怖いじゃん。ホラー漫画とかでよく見るよ、こういうの。さあ、次、ハズレ回避。お、神回避ってなってる。あ、21飛ばしちゃってたのか。さあ、ちょっと巻き戻りの罠回避。うん、ここ怪しいな、明らか。熱々ネットボール、押すなよ、絶対に押すなよ。これ押せないね。押すしかないの、これ。もう押しちゃったってことだから、連打してたから今。進む。やだやだやだ言ってる。ダメなんだって。進みなさい。あ、なんか出てきた。
アヌビスみたいな。あ、進む。ラッキー。あ、これで1個目の関門クリア。はい、なんか出てきた。あ、こっちは開けちゃダメね。オッケーオッケー。ほっ。あ、でもね、なんか大岩が転がってくるから、ここに逃げておいてってことが、これでクリアか。はあ、なるほど。まあエジプト探検みたいのもクリアしたよと。さあ次は23ステージ目、ハズレ回避。お、ガチャガチャで筋肉マン、ゴールドマンみたいなの欲しいと。あー、なんか入ってるね。うん、頑固一徹みたいのがいる。故障中。これをこっちに貼っといて。開かない。あ、それ怒られる。あ、結構100円落ちてるね。それをまず100円、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。あわわあわわなってる。怒られるのこれ、なんだと。はい、じゃあ右側を大量に動かしたところで入れておこうかね。これで出たりする。あ、これで出た。あー、出た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 。なんかいろいろとこうミスの流れあったけど、これでクリアだ。はい、ゴールドマンゲット。さあ本日最後のステージはお化け回避。さあお化けはしっかり避けていきたいとこ。またいるよ、ケンタルトジさん。おー、結構いるね。うん、じゃあまず花を。お、よっしゃよっしゃ。じゃああとイチゴがどこかで見つかれば、とりあえず花これかけておいて、あとイチゴが必要なんだよな。この、お、雲をゲット。お、雲でカッパがびっくりしたところでカッパをゲット。でこれをかぶせておいて、イチゴなくてもいいのかな。うん、イチゴなくても良さそう。あ、なんかあった。これイチゴ渡しとく。これ消えた。これで進もう。はい、これでこのメガネくんからカッパの被り物を奪ってる。はい、ケンタウロスももういない。これで出てきたけど逆にびっくりさせて、はい、出口までノンストップで。で、なんか出てきた。弟くんも出てきた。これダメなの？回失敗。弟め待ち構えていたか。オッケー。これでどうすんだろう。なんかあれかな、弟が出てきたところで何らかのアクションが必要になるのかな。さあゆっくりと近づいている。さあ第2ステージではこのやんちゃそうな友達は逆にびっくりさせる。で、ここで弟が出てきたところ、なんかタップかなんかするのか。弟タップ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 。なんだこれは、わからん。もう弟をなんとかするには、まあこのケンタウロスを使うしかないのかな。弟はね、このケンタウロスをね、まあちょっと恐れてるんですよね。なんでここで何もしないで進むことによって、ケンタウロスが反応しなければ、ここで反応しないなら、でここで出てくる。でここでこの弟が出てきたね。この、あ、やっぱ動く動く。来た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 。ケンタウロスにくれてやろう君を。ケンタウロス呼ばれるがよい。よくも驚かせてくれたね。はい、これで無事脱出できてクリア。お、本当のお化けもいましたよっていう怖いオチ。はい、クリア。はい、それではですね、本日はこの19から24までの 1,2,3,4,5,6 ステージをクリアしたところで終わりにしたいと思います。また次回ですね、ラスト、25からこの31までやっていきたいと思いますので、よければ次回もご視聴ください。それではありがとうございました。